はい、皆さんこんにちは、Sのりの S です。今回ですね、新しく動画の撮影グッズをね購入しましたんで、そちらをね紹介したいと思います。で、今回ね購入したのがこちらのアクティ GO というね、アクティ GO というブランドの商品なんですけども、スマートフォンにね取り付けする望遠レンズ、こちらをね購入しました。で、一応これね今中身ざっと出してるんですけども、まずね中身がこのレンズ本体ですね。はい、12倍まで望遠でね撮影することができるらしいんですけども、レンズ本体、それとこちらのねキャップみたいな台みたいなやつが、これ実はですねこのレンズ、まあ、スマートフォンに取り付けて撮影をするものなんですけども、ここのね、キャップを外すと、はい、取り付けがすることできるんですけど、ここにね、これをつけることによって、望遠鏡としてもね、使うことができるということで、普通の望遠鏡として使うこともできますと。そのためのアイカバーみたいなやつですね。で、こちらが取り付け用のクリップですね。要するに、ここにスマートフォンを挟みまして、で、ここの金具の部分に、このレンズを取り付けて撮影するというようなやり方ですね。この写真のような感じに取り付けると。それと、レンズを拭く用のクロス。それと、これは何かな？これ袋ついてるんで、おそらくこの袋にレンズを入れて、これにねつけて、でこれ両面テープみたいになってるんですけどね、まあ、どっかに貼り付けてるんかな、まあ、持ち運び用のアイテムですね。でそれと手紙が入ってます。まあ、返品とかその辺に関する内容がね書かれてました。それとあと説明書がね、はい、この中に入ってます。取扱説明書、まあ、そんなにね取扱自体は難しくないと思うんですけどね。で、こちらのレンズなんですけども、このレンズ実はですねフォーカスじゃなくてピント合わせをね、ここの部分を回すことによってピントを合わすことができるということなので、まあ、距離によってねピントが当然合ってこないと思うので、調整ここですることができると。で、ここのね部分も回すことができるんですけど、これはねケラレ補正で、ケラレって何かというと、これ使ったらね実際出ると思うんですけど、画面の四隅に黒いね、ぼんやり膜みたいなができることがあるんですけど、ここをね回して調整することによって画面周辺の黒いボケを消すことができるというケラレ補正のダイヤルですね。で、こっちがピント合わせのダイヤルがついてると。はい、で実際にですね取り付けの方をしてみたいと思うんですけども、こちらがね、はい、スマートフォン iPhone XS です。で、これ Android とかでも当然使うことができます。で、ここのカメラの部分で、iPhone XS ももちろんそうなんですけど、カメラ、レンズがね、2つついてるスマートフォンがあるんですよね。で、この場合はメインのカメラの方につける感じになるんで、外向きですよね。こういう風に通常撮るんで。なので、レンズ取り付けるこの金具が外側に来るようにして、ちょうどこのカメラの穴がレンズの中心に来るように調整して取り付けますと。で、ここのね部分はスライドすることができるので、カメラのねレンズの位置が違っても
調整することは可能です。はい。で、ちょうど真ん中に、見にくいですかね、レンズがね、ちょうど真ん中に来るように取り付けてまして、で、このキャップを外して、で、ここのね、キャップも実際撮るときは外しまして、ここの金具のところに、これを取り付けていくと。くるくる回してね。で、しっかり固定します。で、ここがね、グラグラしないように、ここのね、クリップがグラグラしたらダメなので、クリップの上の部分、この丸いのを回せば、ダイヤルを回せばね、締め付けることがこうやってできるので、しっかり動かないように固定すると。はい。こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じでついてますね。結構しっかりついてるんで、多少揺らしてもずれることはないですね。はい。こんな感じで、しっかりね、ついてくれてます。で、あとは、これでね、撮影の方をすると。で、撮影しながらピントの方をここで合わしていくというような感じですね。こんな感じで、しっかりついてくれてます。はい。いいですね。なんかね、一眼レフとかでは当然ないんですけども、デジカメとかじゃないんで、カメラじゃないんですけど、本格的な感じがします。取り付けた感じは。で、品質というかね、質感も、アルミなんかな、これ。すごいしっかりしててね、重さも 150g やったっけな、ぐらいあるんですけど、結構、重量感がありますね。はい。じゃあ、あとはね、実際にこれで撮影してみて、どの程度ね、望遠のものが綺麗に撮れるのかっていうのをね、実際に試してみたいなと思うんですけど、まあ値段がね、そんなに高くないんで、2000円前後やったかな？ 2000 弱やったっけな。安いんでね、そこまで過度な期待っていうのはちょっとできないかなとは思うんですけど、ただね、iPhone の普通のカメラで普通に撮影するとね、どうしても望遠、遠方のものはね、ズームしたら、画質が荒くなってしまうので、まあ、少しでもね、そこが綺麗に撮れればもう全然いいんじゃないかなというふうに思うので、まあ、この後ね、実際にちょっと外に出て、試し撮りをね、してみたいと思うんで、そちらの方ね、どんな風に撮れたか、ご覧になっていただければなというふうに思います。では、どうぞ。はい、それではね、望遠レンズ試し撮りしたいと思うんですけど、まずは、レンズをつけずにね、普通に遠方のものをね、撮影したいと思います。じゃあ、コカ・コーラの自動販売機でちょっと比べてみようかな。まずは、じゃあ普通に、これ今ね、レンズなしで撮影してるんですけど、これで単純にズームしてみたいと思います。あー、なるほど。これ6倍ですね。これでもそこそこ綺麗に見えますね、この距離だとね。だいたい50メートルぐらいかな。はい。じゃあ一回ね、この同じ距離で望遠レンズをつけてみて、どれぐらい差があるんかね、見てみたいと思います。はい。今ね、望遠レンズを取り付けて、同じ距離でね、自動販売機を撮ってるんですけど、かなりね、やっぱり、こっちの方が鮮明には映ってますね。これスマホ側では、まだ倍率はね、何もいじってないので、望遠レンズのみの、この撮影のね、鮮明さになってるんですけど、でね、かなり綺麗には撮れるんですけど、手ブレがすごい、これ。手ブレがね、三脚とかあればね、また違うと思うんですけど、普通に撮るのはかなり手ブレがすごいっすね。で、あとね、やっぱ中心部はいけてるんですけど、周りがね、若干歪みがね、出てるかな、ちょっと。それは仕方がないのかもしれないですけどね。ピント今ね、ちょっとわざといじってみました。で、こっから一回ね、寄ってみたいと思います。さらにね、グッと。あー、で、めっちゃ綺麗だけど、すごい揺れる。これ何？レンズ？ここか。あー、なるほど。レンズクリップで取り付けてるからですかね。ここ押さえれば、まだマシにはね、なるかな。
別の対象もね取ってみたいと思います。じゃあ次はですね、もう少しちょっと距離を伸ばして 200m ぐらいあるかな、奥にね休憩小屋みたいな屋根がある建物があるんですけど、それをねちょっと見てみたいと思います。まずこれノーマルレンズなしで撮影してます。でこれズームしてないので、こっから6倍ズーム。これでもやっぱ結構綺麗ですね、 iPhone のねカメラは綺麗ですよ。6倍で撮ってもこれほどね鮮明に写ってるので、やっぱりレンズなしの方が手ブレは全然マシなんでね。で次ねレンズありをねちょっと見てみたいと思います。このね建物の手前のなんか草のね部分とかやっぱちょっとボケてるので、レンズなしだとここがどれぐらい変わるかですね。はい、そしたら今度はですねレンズをつけてみて、約 200m ぐらい先のものを今ね録画しているとこなんですけど、やっぱりねレンズなしに比べると、非常にね鮮明度は上がってる気はしますね。あ、これでデケラレ、この先あったね黒い部分を消せると、ケラレ補正ね。でこれでピントを合わせれると、あ、こんな感じですね。やっぱ手ブレがちょっとするな、かなり。で手前のやっぱ昨日ね草の部分は鮮明になってる気はねします。でこれで寄っていくと、あー、なるほどね、やはり違いはありますね。これで iPhone 側で今ズームしてるんですけど 2.5 倍。ただこの手ブレがほんまちょっと嫌やな、これレンズを押さえたらまだマシになるのか。3.8 倍。あー、さすがにちょっと画質が荒いのかピントが合ってないのか。ただ揺れるなー、これ。これ三脚置いたらマシなんでしょうね、多分ね。これ以上、お、6倍。これ今 iPhone 側で6倍に寄ってますね。めちゃめちゃ揺れてるな、これ。あ、でもかなりやっぱ鮮明には見えるのかな、これ。すごい揺れるな、でも手ぶれが。ジンバル使ったらマシになるんかね、ちょっとまだ試してみたいと思うんですけど、はい、こんな感じでね遠方のものが撮れますと。はい、ということでこんな感じでね撮影の方を簡単にしてきたんですけども、まあ使ってみたね感想なんですけど、思ってたよりね、ちょっと iPhone のズームのね、した時の画質が良かったっていうのもあったんですけど、まあ確かにこれをつけた方がね、遠くのものがより近くでね、見てるような感じで見ることができるのはできたんですけど、まあ何よりね、ちょっと手ぶれの動き、揺れですか、あれね、もうグラグラグラ、ブルブルブルっていうね、あれがもう想像以上にひどかったので、あれ使い方が悪いのか、これのね、クリップの締め付けが弱いのか、もしくはカバーを外して iPhone のね、つければもう少し手ブレが収まるのか、ちょっとそれはね、これからいろいろ試してみたいとこなんですけど、あれはちょっとね、あそこまで手ブレあるときついかなっていうのと、あとはね、ちょっと、なんですか、レンズ越しに撮ってる感がすごいするというかね、自然な感じの映像がね、ちょっと撮れなかったっていうのが正直なね、感想ですね。ただまあ思ってたよりね、ケラレは出なかったので、ただまあね、これつける位置の問題だと思うんですけど、このレンズをつけて iPhone 側でズームをね4倍以上やったっけなしたときに、このどこが映り込んでんかは多分ね、これのクリップの多分こことかかな、これが映り込んでるのかちょっとわからないんですけど、ちょっとね黒いのがこう画面に入り込んでしまって、それ以上ズームできない、4倍以上やったっけな、できなかったっていうのがあったので、そこら辺もねちょっとこのクリップの付ける位置なんかを調整してね、
やっていかない。あ、でもここが入れへんか。だ、それこれは、この間にスマホが来るから、レンズのどっか、縁かね、なんかが映ってたんやと思うんですけど、ズームしすぎるとね、それが入り込んでくるっていうのがあったので、まあ、使い勝手に関してはまだまだね、ちょっとこれからいろいろ試していかないといけないかなっていうのが、正直なとこではありますけど、まあ、手ぶれですよね。何より一番は。確かに、鮮明にはね、これつけた方が遠くのものが鮮明には映ったんですけど、手ぶれはね、ちょっとなんとかしないといけないなっていうのが正直な感想です。はい。ということで、今回はね、この望遠レンズ、こちらをね、購入してみたんで実際に使ってみました。まあ、そんなにね、金額高いものではないんでね、スマホで動画をね、撮影される方は、まあ、試しにね、使ってみてもらってもいいかなとは思います。はい。以上、今回はね、望遠レンズ、12倍のね、望遠レンズ、こちらを紹介しました。